毛の量はもう間違いなく減りましたよね。結構抜け落ちてきて、なんかすごく綺麗になって、もうこれ1回でいいんじゃないかっていう。もうツルツルになるのを期待して今日も来たんで、痛みに耐えて頑張ります。初めてやった時よりは痛くなかったですね。でもやっぱり2回目でもやっぱりこの鼻のやっぱ濃い部分の毛に関してはやっぱり結構痛かったですね。初回が一番反応があったんで、やっぱり毛がものすごく多く抜けて1週間後ぐらいですかね、抜けてったっていうのがあるんで、まあ、今回もちょっとそれが期待できたらなっていうのはありますね。